の精神とは、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、おさまをせ、ひかまをせ、これぞ自己滅却のオスの精神なり、オス。はい、どうも、こんにちは。レシデンチャンネルです。今日はですね、ちょっとね、まあ思い出したというか、ちょっとまあ、若干マイナーではあるんですけど、北区のね、浮き場に互角があったんですよ。わずかね、2世代、確か40年生まれと41年生まれか、41年生まれと42年生まれの、まあ多分おそらく僕の記憶だと2世代だけ存在したという、まあ厨房全員中学生でね構成されてる、まあ浮き場合格っていうのがあったんですよ。それが結構っていうかすげえやばくてね、当時で、まあどこの雑誌でもまあ全くネットでも語られてないんで、まあちょっと異質なね極悪なんで、ちょっとは解説というかお話しできればなと思いまして、この度動画を上げさせていただいております。確か浮き間極悪っていうのは、浮き間中学で構成されてる、極悪なんですよ。北浮き間、あ、浮き間中学ですね。確か浮き間小学校ってところと北浮き間小学校っていう2校で浮き間中学っていう、中学校が構成されてると思うんですよね。でそこの、中学3年生と中学2年生で確か構成されてたのかな。確かもうちょっとね遠い記憶なんで若干間違いはあるとは思いますけども、大体まあ合ってると思いますね。で、何がやばいかっていうと、まずその、まあ、僕も実際見たことあるんですよ。なぜ浮き場に僕がね、まあ縁があるっていうか、なんでそんなとこいたかっていうと、まあ、たまたま僕、まあ実は小学校の時にちょっとまあサッカーとか、まあ草野球的な少年野球みたいな、まあ、そういうのやってたんですよね。でまあそういった縁があって、まあ、いろいろと、まあ、各地域に友達がいたり、まあそういう各地域に遊び行ったりねするようなことが、まあ、多々あったわけですよ、小学生ながらに。まあ東京って結局狭いんで、23区ね、東京23区は狭いんで、まあ電車やバス乗り継げば、まあ、どこでも行けちゃうわけですよ。だからまあほとんどつながってるんですよね、まあ23区なんて結局は。でそんな感じで、まあ話戻りますけども、まあ浮き間に、まあ、ただ行くことがあったんですよ。で当時の浮き間っていうのは、まあそれはそれは都営住宅だらけで、まあ決してね治安がいいとか柄がいいとかって絶対言えないようなエリアなんですよ。まあ他にもそういった場所っていうのは、まあ東京全域にねあるとは思うんですけども、結構いい線で浮き場も治安の悪い、まあ、スラム街みたいなとこだったんですよね。だからまあ土地もいっぱいあるわけですよ。だから野球したりサッカーしたりする場所もいっぱいあるんで、まあ、必然的にそういうところに行くっていう機会も、まあスポーツやってれば多かったんですけどもね。ね、でまあそんなこんなで、まあ浮き間っていうところはまず、当時ね埼京線みたいなのがないんですよ。あの駅が赤羽行かないとないんですよね、浮き間っていうのは。今でこそこう浮き間船戸とか北赤羽とか、まあ、あって、まあ、割と便利じゃないですか。ところが当時って全然そんなのなくて、埼京線はなかったんですよ。当時赤羽線っていう電車が赤羽、十条、板橋、池袋、その4つでしか行かないんですよね。だから浮き間っていうのは浮き間循環っていう国際工業のバスがあって、
そこを赤羽と浮間をこうもうひたすら往復するようなバスしかなかったんですよ。だからまあ過疎地ですよね、本当に陸の孤島みたいなとこだったんですよ、当時の浮間は。でまあそれで不便、なわけじゃないですか。まあそういった不便なところって、まあ結局ね、悪ガキがやっぱりオートバイとかね、そういうのを乗り回すっていうのがもう結構まあよくある話だとは思うんですけど、まあまあそんな感じで、まあ浮間はそういうふうにもう都営団地だらけで、お店もあんまりないような感じで、でまあまあ不便極まりないところで、あとね、北区の浮間っていうのは板橋区の船戸ってところと隣接してるんですよ。で当時の船戸っていう場所は高化学スモークとか工場汚染みたいな空気汚染のもうひどいところで、いつも臭い工場のなんか薬品臭みたいなのがするような場所で、本当に、板橋区の船戸に住んでるなんて言ったらもう超絶家賃が安いところに、まあ、健康被害も覚悟の上で、まあ、住んでる以外もういないんですよ。もう、まあ、ほんと住めるようなところじゃなくて臭すぎて、まあ、当時なんかそういうね、空気汚染みたいなその規制がなかったと思うんでものすごく臭いんですよ。薬品のなんかガソリンじゃないけどなんかすんげえ匂いがするんですよ、もう船戸行くと。そういったもうすげえやばい場所だったんで、まあ隣の浮間もやっぱり それなりにやばい土地だったんですよね。でまあその、船戸にすぐ、船戸からすぐそこにある浮間中学っていうところの、まあ、不良学生によって構成されてたんですよ。で一応ねなんか東条一家を名乗ってたみたいです。それは僕も見たことあるんですけど、当時都営住宅の隣に公団が建ったんですよね。浮間エステートっていうのが公団があると思う、今でもあるのかな、今でもあると思うんですけど、その浮間エステートっていうのができたばかりの時に、もう出来たてほやほやの時にそこの団地全部にね、浮間合格が落書きしたんですよ。それね僕本当に小学校低学年ながら覚えてるんですけど、浮間合格ってちゃんと書いてありましたね。東条一家って国試合格っていうのと、なんで覚えてんねんみたいな感じですけど、本当にね国試合格っていう、落書きと、あと浮間合格東条一家って書いてあったのが本当に記憶に僕残ってるんですよ。ですげえでっかく新築の講談に書いてあったんですよね。それがまあすげえインパクトあって、で浮間合格のメンバーっていうのも浮間の近所に、駄菓子屋がね何店かあったんですよね。浮間って駄菓子屋が当時あって、で有名な3つあったんですよ。駄菓子屋っていうか、なんだろうね、お菓子屋っていうか、まあゲームが置いてあったり、そんなようなお店ですよね。ゲーセンがなかったんで浮間には確か。だからまあ不良少年がまあたまってゲームだったりするっていうところが3店舗ありまして、一つは清水屋。ここは清水屋っていうのはまあ小学生御用達だったと思うんですよね。小学生オンリーの本当におばあさんがやってる駄菓子屋で、もう一つが、前田屋、あ4店舗あったのか、4店舗ありましたね。僕も結構まあ練習帰りにおらしはいただいたんですけど4店舗ありました。でもう2店目はなんか文房具屋なんだけどゲームが置いてある店、なんとかって店、ちょっとそれ名前忘れちゃいましたけど、文房具屋兼駄菓子屋的な、でゲーム置いてある的な、でもう一つがテルヤっつって、なんかどっかの角に置いてあって、まあ、ゲーム4択ぐらい置いてあってパン屋かな、そこは確か。でそこは小学生御用達で、
もう一店舗があったんですよ。なんかね、駄菓子屋っていうか乾物屋みたいな店なんだけど、そこの奥行くと秘密部屋があるんですよ。店の奥行くと、その秘密部屋がゲームを置いてあって、その不良少年とかが、タバコとか吸ってたむろするような場所で、そこがね、あの当時の浮間合格のメンバーたちの、まあ、隠れ家的たまり場だったんですよね。あれ乾物屋なのかな、なんか得体の知れない店なんですけど、そこのね、秘密部屋の隣がゲームとかも置いてあって、まあ何度か僕も中入って見たことあるんですけど、もうね全員洋乱、これ嘘じゃないし、ね、もう全員洋乱、もう洋乱来てニグロかけて、中学生がねいつも8人ぐらい溜まってるんですよ。で当時のその浮間合格がその秘密の隠れ、いや隠れ家的な秘密部屋で、まあ、ゲームやってね、まあ、後輩に呆れたり、まあ、オソオソ言ってたりやってるわけですよ、その奥の秘密部屋で。で、その秘密部屋に置いてあったゲーム、クレイジークライマーが一択置いてあるんですよね、平台の。でクレイジークライマーをやって、なんか失敗かなんかしてると、なんか焼きバジバジに入れてたっていうような記憶ありますね、オソオソ言ってて。なんかちょっと自分もやっぱ小学生ながら、まあ旗から見てたんですけど、とにかくクレイジークライマーをその独占してもうやれないんですよ、小学生とかは。俺たちが行ってもまあ見物してるだけみたいな感じで、でなんか洋乱来てやってましたね。すげえ襟の高い学生服着てたっていうイメージがあるし、そうですね、あとね、缶のねピース缶が置いてあるんですよ、そのゲームの上に。そっからタバコ出してたのに、今思うと缶ピースですよね。それをねなんか吸いながらなんかやってたっていう、なんかすごいね、インパクトあった、まあ、記憶がありますね。はい。でなんかね、当時のなんか後輩の方になんかオスオスってやってた、儀式みたいのがあって、今でも覚えてるんですけど、コップに水を入れて、その上にこうティッシュを上にこう蓋をするんですよね。そこの上になんか10円玉を乗せて、その周りをそのロシアンルーレットじゃないけど、タバコの火を一個一個穴を開けるわけですよ、順番にね。そうするとまあもう必然的に、その穴が多くなれば、まあ、10円がその中に水の中に落ちますよね。そうするとまあ灰もこう穴開けるときにまあ水の中に入ってるんで、その灰が入った10円玉も入った、水になってるわけですよ、10円玉が落ちると。それをなんか最後の人間がなんか落としたやつが飲み干さなきゃならないっていう、なんかゲームみたいなのやってて、俺もそれなんか小学生ながらすげえとか思って、それをおそ吸いながら飲み干すんですよ。まあなんかそんなようなことをやってた方たちだったんですよね、浮間合格っていうのは。でとにかく外見はやばかった、やばかったっていうか、まあなんだろうな、一発のもう本当の中学のS 級の不良ですよね。もう単発ニグロを全員かけて、まあ、それバッチリ入れて、で洋乱来てるんですよ、全員洋乱なんですよ、全員洋乱来て、でまあ前はだけてたり、まあボタン閉めてる人もいましたけど、もうとにかく胸乳首ぐらいのまでのもう股深の寸胴履いて、もうすごいですよね、すごかったです。でそれでニグロパーマかけて、まあ、下にハイネックとか着てて、中学生で、それでね浮間合格の
多分主要メンバーだと思うんですけど、初代のその人がね、そのテルヤってところの近くになんかアパートを多分借りてたのかな、なんかアパートに住まれてたんですよね。で僕もたまにその友達ん家が、まあ、そういう練習帰りに泊まったりも、浮き場の友達ん家泊まったりもしてたんですけど、やっぱりこう夜みんなで、少年でみんなで銭湯とか行くんですよ、メンバーとかで。そうするとやっぱ浮き場合格とかってあったりもするんですよね。時になんかやっぱこうパンチパーマでこうみんなこう浮き場合格のメンバーも銭湯来たりしてて、うわーって感じで、小学生ながらにすごい集団っていうかに移ったんですけど、でなんか近所のね、なんかアパートみたいなところに、の前でもうその銭湯のすぐ近くになんかアパートがあって、そこがなんか浮き場合格のその主要メンバーの、K さんって呼ばれてた方が住んでて、でよく溜まってましたね。でまああと、まあその浮間エステートってところの、ところにグランドがあったんですよね。今もあんのかな、ちょっと全然行ってないんで分かんないですけど、まあ確かグランドがあったと思うんですけど、そこで夏の夜とかね、ジャージ着た先輩に焼き入れられたところも、焼き入れられてるシーンとかも小学生ながらに見たこととかもありますね。なんか 7,8 人バーって整列しててバッチバチにこう焼き入れられてるんですよ。でオスオス言ってて、うわーすげえなーみたいな、小学校ながら、小学生ながら、こういうのもなんか間近で見てたり、まああとはなんかその浮間小学校っていうところが近くにあって、そこってなんか日曜日とか開放されてるんですよ、校庭とかね。でなんかこうサッカーの練習とかもできるんですよ。そんなところにもなんか来て、なんか当時ね、そのなんか、管理人みたいな、大学生とかが確かなんかバイトでそういう小学校の無料開放みたいなねしてた時の管理業務を行ってたと思うんですけど、そういうあんちゃんとなんか、怒鳴り合いの喧嘩し、まあ一方的に怒鳴ってるようなね光景見たり、まあとにかく当時僕もね幼い子供だったんで、まあ分かんなかったですけど、でも近所じゃあれは相当なんか目の上の炭鉱部的な、まあ、不良少年の軍団だと思いますよ。かなりね、そこら中でなんかいろいろ問題を起こしてたみたいで、で、まあ、当時の暴走族写真集にも、まあ一冊ね、浮間合格がその特集組まれたりして載ってたりするんですけど、まあ今見てもかなりビッとしてますし、なんかもともとはその戸田合格の流れで、戸田からまあのれん分けしてもらったっていうような合格らしくて、で、まあ、戸田合格ももともとは板橋合格の系列じゃないですか。多分板獄って言っても、まあ、昔の板獄の人って、まあ、確か、船戸の地元の方もいらっしゃったと思うんですよ。確か船戸とか、あの辺、船戸ですね、船戸、まあ、船戸とかの方もいるんで、まあ、それのなんか関わりの流れかとは思いますけども、まあとにかくその戸田経由で板橋、戸田もやっぱり1973年頃にはもう戸田合格ってあったんで、多分74年ぐらいかな、73、まあ多分その2代目合格の世代に、まあ、戸田合格もできたと思うんですけど、まあとにかく戸田合格も古いんですよ。だからまあ戸田合格経由で、まあ、浮き場合格ができたなんて話も聞いてるんで、まあ、その流れでまあ登場以下語ってたと思うんですけども、でなんかまあその写真集も結構まぶくてね、ビッとした感じで、まあこれぞ極悪っていうような感じで、載ってて結構すごいです。で
まあ、後にね、板橋蘭舞に吸収されるんですよ。浮間合格が中学卒業して、それで今度は、板橋蘭舞に吸収されて、浮間蘭舞、初代浮間蘭舞になるのかな、浮間合格が確かそういう風に先輩に聞いてるんですよね。で、そうです。だからまあ結局その板橋、まあ、あの当時、板橋蘭舞っていうのは、まあ、志村とか、ハスネエリアでやっぱ猛威を振るってたんで、かなり勢力があって、あの辺で、ルートは中山道沿いですか、あの辺だともう本当に浮間蘭舞の縄張りなんで、まあ必然的にまあ吸収されたと思うんですけども、そんな感じでまあ浮間蘭舞になったみたいですね。はい。で、そうですね、まあ結構だから2世代の浮間蘭舞、あ、浮間合格はあれよく頻繁に見ましたけども、寸胴履いてすごかったですよね。やっぱあのニグロかけて中学生で、僕も結構当時の記憶って鮮明にいろいろ残ってるんで、インパクト結構ありましたね、浮間合格は。はい、こんな感じでまあね、本当一瞬だと思うんですけど、まあ、その2世代で構成されたまあ浮間合格っていうのがありましたっていうことをね、ちょっと思い出したんで動画にさせていただきました。そんな感じです。またね、何か面白い話がありましたら動画上げさせていただこうかなと思っております。ご視聴ありがとうございました。